立憲民主党代表選も何も変わらず共産党と憲法改正で立憲民主党の代表選に立候補された候補者の皆様が22日に日本記者クラブにおいて公開討論会を行いすべての候補者が共産党との共闘について間違いではなかったと主張しさらに憲法改正に反対すると明言してしまったことが確認されてしまいました この立憲民主党の主張に関しては、衆院選の結果を見れば、どちらも間違いであるということが明確になっておりますが、憲法改正については、世論調査において改正を望む国民が大半を占めており、憲法以外の法令は毎年のように改正されておりますので、憲法は改正してはいけない理由を立憲民主党などのおかしな野党の皆様は、論理的に 説明できるんでしょうか。まあ、こういったおかしな野党の皆様は、問題を引き起こして逃げ続けたり、無責任な主張ばかりを繰り返しているため、国民の皆様が政権を任せることはできないと、すでに審判を下しておりますが、ま、ぜひとも、まずはですね、衆院選の結果を重く受け止めていただき、今の立憲民主党では、 もうダメだということですね。理解していただいて、問題は問題だと認め、速やかに抜本的に改善していただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。